こんにちは。今回、たかが流れ去る工房のパーティクルを作曲しました。作曲の会、シャイニングの中川隆明です。この曲は常に一定のテンポで進んでいく中に、背景として無数の細かい音があって、その上をどこからともなく意味ありげなメロディーやリズムが現れては消えていきます。それらは、この地球の歴史という一筋の工房を構成するためのパーティクル、つまり私たちの考えや言葉、存在そのものを表現したものです。誰かにとってはすごく大切なパーティクルでも、他の誰かにとっては全く無意味なものかもしれない。けれど、そんな多様な見方や多様な考えがあってこそ、この世界はきっと楽しいんだと思います。そんなカラフルな世界への喜びや憧れを、この曲から聞き取っていただけると嬉しいです。